俺も負けるか。またたき。アルクール、アタック。失敗よ、忘れない。に乗る稲妻ジャパン、このまま最後まで逃げ切れるのか。このチーム本当にすごい力を秘めているというのか。次は準々決勝、アジア地区予選突破まであと3つ。絶対行くぞ、世界のフィールドに。ずっと探してた、分かり合える人、お前らと出会える日を俺は待ってたんだ。やっと見つかれた、マジに。実践的？オフェンスとディフェンスに分かれて試合を想定してやるんだ。ただボールを蹴るだけじゃない、自分がどこに動くべきか、そういうことも考えながらやるんだ。シノさんはディフェンスに入ってください。分かった。サクラと草加と俺はフォワードの瞬きたちと一緒に攻撃だ。任せて。よし、それじゃあ始めよう。全部止めてやる。行くぞ、またたき。行かせるか。野崎さん、もらった。いいぞさくら、またたきもナイスパスだ。もっともっと上手くなってやる。キャプテン、さくらさん変わりましたね。もともと元気だったけど今はなんだか生き生きしてるっていうか。そうね。こっちだ、こっち。こっちじゃ分かりません。もっと正確に言ってください。あ、正確にって。あ、遅いですよ。そんなこと言われても。ミナホ、バカで気にすんな、取り返していくぞ。だね。みんなちょっとずつだけどまとまってきてる。いけるよ、このチームなら。惜しい惜しい、いい感じだぞ。今度こそ止め
ってやる。なってきてるんじゃない？うん、みんなサッカーを楽しんでるよ。俺、このメンバーとなら世界へ行っても戦える気がする。それはどうかな。多少できるようになったとはいえ、所詮は素人の集まりだ。進藤さん、でも韓国戦の同点シュートとオーストラリア戦での決勝点は瞬きの足と桜のパスがあったからこそですよね。それにオーストラリア戦では伊吹だってシュートを止めました。だとしてもだ、伊吹もキーパーとしてまだまだなら、美奈穂と真鍋、それに森村の力は未知数だ。草加に至っては未だにパスすらまともに受けられないかもしれないですけど、天馬、世界はそんなに甘くないぞ。天馬、世界はそんなに甘くないぞ。七瀬、五反田、六本松、お前らのことは必ずこの俺が。準々決勝の相手が決まった。サウジアラビア代表、シャムシールだ。個人技はもちろん、集団となって襲いかかるそのスピードと破壊力はアジアでも1、2を争う強豪。敵の弱点を必要に攻めて逃さないプレースタイル、ゆえにアラビアの獅子と恐れられている。アラビアの獅子か。明日からサウジ戦に向けて最後の調整を行う。今日はこれで解散、あとは自由行動とする。この機会にせいぜいサッカー以外のことを消化しておくんだな。休みか、なんか久しぶりな気がするな。みんなはどうするの？僕は休ませてもらいます。明日の練習が午前8時からだとして、今からだと22時間37分ほどありますからね。それだけあればたまった疲労の 97% は回復できる計算です。俺はその辺を一回りしてくるぜ。体を動かさないとかえってなまりそうだからな。俺はちょっと家に戻って弟たちに会ってくるよ。木の葉はどうする？え、予定ないならサッカーガーデンのショッピングモール行ってみない？うん、いいけど。つるぎ、練習に付き合え。いいだろう。草加、一緒に練習やるか？いいっすよ、俺なんかのために時間使ってもらわなくても。じゃあ。シュン！わ、兄ちゃん！どうしたんだ、その傷。ケンタだよ。俺があいつの怪獣隠したら怒って殴りかかってきたんだ。こら、シュン。兄ちゃんがいつも言ってるだろ。何をするにも見つからないようにやるんだ。見つかったら負け。何をやったって見つからなきゃ勝ちなんだ。わかるな？まだ手加減はいらん。来い。もう一回だ。
充実してるなこのモール。ところで、木の葉ってどんな条件で雇われたの？私は世界最高の新体操チームへの海外留学。私のいた学校って私にはレベル低くって、だから絶対トップになってやるんだ。なんか面白いことないっすかね。よう草か、最近玉蹴りなんかやってんだって？アラビアの獅子か、確かにすごい破壊力だ。大変よ天満、草加くんが警察に。警察って、世界のその先へ、新生稲妻ジャパン GO！ 世界のその先へ、新生稲妻ジャパン GO！ え、警察って何かあったのか？町の不良たちと喧嘩したらしいの。喧嘩？なんで？そういえば帝国とのエキシビションマッチの時も。今弱いって言ったよな。言ったよな！まったく冗談じゃない。この大事な時に暴力事件なんて、まあいつかは起こすんじゃないかと思ってはいましたよ。だから私は反対したんです。あんな不良チームに入れるなんて。監督、まだ話は終わって。監督、警察に行くんですよね。俺も一緒に連れてってください。好きにしろ。草加さん、俺たちいつまでこんなことやってるんですかね。ん？どういう意味だ？いや、何のためにこんなことしてるのかなって。守らなきゃならない。俺たちのチームを。チームの何を守るって言うんだ？縄張りか？プライドか？守ってるどころか壊してるんじゃないのか？みんなの人生を。こちらです。草加。あの、こんなことになって俺に何も言わないんすか？何か言ってほしいのか？え、あ、いや、そういうわけじゃ。聞いたぜキャプテン、草加のやつ警察に捕まったんだって。うん、で、どうだった？とりあえずは監督が身元引き受け人になって帰ってきた。そっか、大事にならなくてよかった。みんなこそどうしたの？実は気になって調べてみたんですけど、草加くんってかなり危ない人のようです。学校で問題を起こして今は仲間と一緒に退学になってるんだけど、元いた学校ではワルのトップに君臨する不良だったみたいだ。普段は仏様みたいに優しいのに、切れたら鬼みたいに人が変わって、草加龍二の龍を取って鬼仏の龍って学校中から恐れられていたようです。黒岩監督に雇われた条件も仲間と一緒に元の学校へ復学することだって。でも不思議なんです、さらに遡って調べてみたんですが、昔は切れるどころかどちらかというと弱虫で、とても優しい子供だったみたいです。それがある時を境に急に人が変わってしまったらしくて。ある時って何があったの？そこまではちょっと。どの道草加には稲妻ジャパンを辞めてもらうことになるってよ。え、さっき船木コーチが来てそう言ってた。まあ仕方ないだろうね。今回は大事に至らなかったみたいだけど、次はどうなるかわからない。また問題を起こして代表辞退なんてことになったら目も当てられないからね。ダメだよそんなの。俺船木コーチのところへ行ってくる。天馬、
どうしてそこまで草香をかばうんだ。え、どうしてって。とにかく船木コーチのところへ行ってきます。テンマ、草香をやめさせるなんてそんなことさせない。監督、草加にはこのままチームにとどまってもらう。監督、チームの何を守るっていうんだ。守ってるどころか壊してんじゃないのか、みんなの人生を。ボールフロンティアインターナショナルビジョン2、アジア地区予選のいよいよ準々決勝、日本代表稲妻ジャパン対サウジアラビア代表シャムシールの試合をお送りいたします。おお、すごい観客だな。観客結構、歓声結構、楽しくなりそうだぜ。みんな行くぞ。はい、稲妻ジャパン、シャムシール、共にポジションにつきました。まもなく試合開始です。兄ちゃん頑張れ、頑張れ。草加、思いっきり行こう。あれは佐都ちゃん。なんで佐都ちゃんがこんなとこに。稲妻ジャパンのキックオフで試合開始です。振動、またそれか。もらった。おっと、またたき、いきなりボールを奪われた。行かせない。早い。何が。シャムシールが攻め上がる。正確なパスと並外れたあの速さ、噂通りのチームだな。だがこの先へは行かせない。あっ、アインザッツ、やった、進藤先輩ナイスです。え、何。シャムシールがすかさずボールを奪い返した。進藤さんがあんなに簡単にボールを奪われるなんて。サイド、オイルラッシュ。決まった。先制点はシャムシール。なんだよ今のシュート。稲妻ジャパン対シャムシールはシャムシールの強烈なシュートで幕を開けた。稲妻ジャパンは早い時間に追いつきたい。確かにすごい破壊力だ。それに隙のない攻撃。でも勝たなきゃいけないんだ。みんなの力を合わせて。稲妻ジャパンのキックオフで試合再開です。もらった。草加にバッター。草加、稲妻ジャパンボールを奪われた。これがジャパン代表か。笑わせるぜ、お前みたいな弱いやつがよ。弱い、聞こえなかったか、デクノボ。なめんじゃねえぞ、オンドリア。ファール、草加が相手チームに危険なタックルだ。なんだよこいつ。なんでだよ草加、あんなに頑張って練習してたのに。サッカーができなくなってもいいのかよ草加。草加くん怖いんですよね。うちにはわかる、うちと同じだから。怖いだと。俺が何を怖がってるって言うんだ。
はあの時サトちゃんを守ろうとした守ろうとしたのに。サトちゃんを離せ。弱いくせにカッコつけてんじゃないよ。弱くなんかないよ。弱くなんか。バーカ、行こうぜ行こうぜ。強くならなきゃみんなが離れていってしまうってうち分かるんです。草香面白いやつがいるじゃねえか。はあ、世界はそんなに甘くない。